高井敦史です。今日はさくらんぼ、まあ、缶詰ですけどダークチェリーを使って、クラフティっていう焼き菓子を作っていきます。フランスの伝統菓子ですね。今日はあの缶詰のダークチェリーを使うんですけど、5月ですから、フレッシュのさくらんぼも手に入る時期だと思いますので、フレッシュのさくらんぼで、お試しいただいてもいいと思います。では早速作っていきます。卵とキビ糖です。混ぜます。ここへあらかじめふるっておいたアーモンドプードルと全粒粉加えます。分量の生クリームも加えていきます。塩を軽く一つまみ加えて、型の準備です。バターをまんべんなく、塗って先ほどのクラフティの生地を均等に目いっぱい型にねダークチェリーを詰めていきます。こんな感じですね。180度のオーブンで焼いていきます。ではオーブンで焼いている間に、仕上げのシロップを作っていきます。缶詰のダークチェリーの缶詰のシロップですね。鍋にかけてこのまま煮詰めて、煮詰まったら仕上げにお好きな香りでいいんですけど、今日はランデーを使います。ダークチェリーのシロップずいぶん煮詰まりましたので火を止めて別の容器に移します。ここへ香り付けのコニャックをお好きな方はたっぷり、香りだけ楽しみたい方は少量加えて冷ましておきます。焼き上がりました。焼き上がりすぐにですね、さっきのシロップ、ブランデーを入れたさくらんぼのシロップですね。美味しそう。仕上げに粉糖、このまま熱々に冷たいアイスクリームとか一緒に召し上がっていただいても結構なんですが、冷蔵庫でしっかり冷やしても美味しく召し上がれますので、いろんな食べ方で楽しんでください。はい、では試食していきます。
シロップ吸い込んでさくらんぼ色になってますね。うん、非常に美味しいです。粉の風味もさくらんぼの甘酸っぱさも香り付けのリキュールはお好みに合わせて何でも、例えばキリシュですとか、クアントロとかそういったお好みのものでアレンジしていただければと思います。セボンです。